デーモン・アルバーン、デーモン・アルバーン OBE は、イギリス出身のミュージシャン、音楽プロデューサー。イギリスを代表する、ロックバンドブラーのフロントマンであり、ボーカル、作詞、作曲を担当している。また、キーボード、ピアノ、ギター、ベースも演奏する。1990年代中盤に、イギリスで湧き起こった、ブリッド・ポップ・ムーブメントにおいては、その中心人物として、 シーンを牽引。ムーブメント収束以後は、それまでのポップなブラーのイメージから脱却し、革新的で実験精神旺盛な作品を発表し、アーティスティックな評価を高めている。2000年代以降はブラーでの活動の他に、数々のバンドやサイドプロジェクトを精力的に立ち上げ、特にバーチャルバンドのゴリラズではブラーを上回る、世界的な成功を収めるなど、 イギリスロックシーンの重要人物の一人に数えられている。父、キース、母、ヘーゼルの下、東ロンドンレートンストーンのホワイトチャペル病院で生まれる。芸術家の両親のもと、自由でボヘミアンな気風の家庭で育ち、幼少の頃から音楽やアートに親しむ。9歳の時、2ヶ月のトルコ旅行を経験。 その後父親がノースエセックス・オブ・アートの学長職を得たのを機にエセックス州コルチェスターに移り住む。この頃にはバイオリンやピアノを習い始め地元の公立中高等学校スタンウェイ校に入学するも多様な価値観を認めるロンドンの自由な環境の中で育ってきたデーモンは郊外特有の均一な価値観を押し付ける学校の気風に合わずいじめにもあったという。 しかし12歳の時、一学年下の後のバンドメイトでもある、グレアム・コクソンと出会う。二人は、昼休みや、放課後、学校の音楽棟やグレアムの家で音楽を通じて、進行を深め、二人で、オーケストラで、オリジナル曲を披露したり、バンド活動もするようになる。15歳の時には、全国規模のクラシック作曲コンクールで、ヤング・ミュージシャン・オブ・ザ・イヤーを受賞した。しかし、 中学時代から始めていた演劇への興味が大きくなり、中高等学校卒業後の1986年9月、ロンドン近郊、デブゲンの演劇学校イースト15に入学。しかし役者としての能力に限界を感じ、1年で退学する。その後、ロンドン大学ゴールドスミスカレッジの定時制に入学し、同じくゴールドスミスに入学していたグレアムと、再び同級生となる。 音楽に対する情熱を再び取り戻したデーモンは、デモテープをビートファクトリースタジオに持ち込み、スタジオのお着身係として働くことと引き換えに、深夜にスタジオを自由に利用させてもらう契約を獲得する。このスタジオでデーモンは、いろいろなバンドを組んだり、音楽的な才能を伸ばしていった。ほどなく、ソロでのプロデビューの話が舞い込むも、 バンドとしてのキャリアにこだわったため断っているが、そこで組んだバンドの一つが、後のブラーの前身となるバンド、サーカスだった。ドラムのデーブ・ローントリーも参加していたサーカスは後に、ギタリストのグレアムと、グレアムの大学の友人であったベーシストのアレックス・ジェームスが加入し、バンド、シーモアが誕生た。1989年、 ライブ活動を始めるとすぐにレコード会社との契約を獲得。1990年にはバンド名をブラーに改名し、デーモンはフロントマンとしてメジャーデビューを果たした。1991年のファーストアルバム、レジャーでは早くも全英7位を獲得するなど、イギリスではトントン病死で成功を収めるも、その後のアメリカ進出には失敗。この経験から、 イギリス的なものにバンドのアイデンティティを強く求めるようになり、アメリカ発のグランジブーム吹き荒れるイギリスのチャートシーンにおいて、レコード会社の反対を押し切り、あえてブリティッシュロックの伝統を踏襲したアルバム、モダンライフイズラビッシュを発表する。当時の流行には乗らなかったため、セールス的には振るわなかったものの、作品そのものは高い評価を獲得した。アルバム制作時、 レーモンは英国的な音楽の流行が訪れることを予見していたが、その通りに1993年頃からイギリス的な音楽は徐々に国内で盛り上がりを増しつつあった。1994年発表のアルバムパークライフ、1995年発売のザ・グレート・エスケープで英国的音楽のムーブメントは最高潮に達してブリッド・ポップブームが湧き起こり、 デーモンは一役シーンの中心人物となる。クラシックの素養を感じさせるポップな音楽生徒さん、印象を主語としたシニカルで、物語風の作詞技法、派手なライブパフォーマンス、愛用のフレットペリーのポロシャツや、アディダスやナイキを小綺麗に着こなすモッツ風のファッションから、ネオーモッツのアイコンとして人気を博し、その甘いルックスから、当時日本でもファッション雑誌の特集にも多く、 登場していた。デーモン自身も当時はポップな人をキーワードに自身のアイデンティティを追求していったが、ブラーより少し遅れてブレークをしたオアシスとの対立やマスコミの必要な競争からパニック障害を患うなど精神的に疲弊をきたしてまう。老廃な音楽志向であったグレアムともあまりにもポップになったブラーの音楽性をめぐって対立するようにもなる。しかしその後、 レイキャビークに家を買って、ブリッドポップ競争から離れ、疎遠状態にあったグレアムと手紙をやり取りをして、お互いの中を取り戻しつつ、今後のバンドの方向性を確かめ合った。またこの頃から、アメリカのオルタナティブロックや、ヒップホップシーンにも接近するようになる。そして1997年発表の商業的自殺と呼ばれたアルバム、ブラーでは、 ブリッド・ポップは死んだとの発言とともに、アメリカのオルタナティブロックの影響を背景とした、それまでのポップなブラーのイメージをかなぐり捨てるような、実験的で野心的な作品を発表。新たなファンを獲得し、この作品によってデーモンは、アーティスティックな面でも正当に評価されるうになる。英国的なものにこだわらなくなったデーモンは、この後活動の幅を飛躍的に広げるようになり、 1998年、長年のガールフレンドだったエラスティカのジャスティーン・フリッシュマンとの別の後にフラットで共同生活をしていたコミックアーティストのジェイミー・ヒューレットと既存の商業音楽のアンチテーゼとして覆面カートゥーンバンドゴリラズのプロジェクトを立ち上げ様々なジャンルの曲を実験的にレコーディングした。1996年にすでに映画トレインスポッティングに 個人名義で一曲を提供していたが、1999年には映画ラビナスで現代音楽の巨匠マイケル・ナイマンと映画音楽のサウンドトラックアルバムを作り、グレアムに少し遅れてソロキャリアをスタート。2000年には私が愛したギャングスター。2001年には101レイキャビークでも映画音楽を作っている。また、かつて役者を目指していたこともあり。 1997年には、ロバート・カーライル出演の映画、フェースに出演を果たす。デーモン本人はあまりその出来に納得しておらず、自分は第一にミュージシャンとの自覚もあり、それ以降も出演のオファーが来ていたが断っている。1999年のブラーのアルバム、13では、さらに実験性を増した作品を発表すると、2001年、 本格始動させたゴリラズのデビューアルバムが大ヒットを記録。ブラーではなかなか達成できなかったアメリカ進出を果たす。2002年にはオックスファムの招待で2000年に訪れたマリで現地のミュージシャンと共に録音していたアフリカ音楽のアルバム発表する。しかし2001年に始めたブラーのシンクタンクレコーディング時グレアムと音楽性の相違をめぐって中田が良し。 グレアムは、その後バンドを脱退する。一方、ソロキャリアは順調であり、2005年のゴリラズの、セカンドアルバム、ディーモンデーズが前作を上回る、世界的な大ヒットを記録。2006年からは、ライブ8の向こうを張って、アフリカエクスプレスという、西洋のミュージャンとアフリカのミュージャンの、コラボレーションイベントをスタートさせた。2007年に発表した新バンドのアルバム、ザグッド。 ザ・バット＆ザクイーンも大ヒットを記録。同2007年は、マンチェスター・インターナショナル・フェスティバルからのオファで、最勇機を題材にしたオペラ作品の制作にも挑戦。中国音階を勉強して制作された、翌年リリースのサウンドトラックのアルバム、Monkey Journey to the West は、中国音楽と現代音楽の融合が見られる異色の作品であったが、 全編中国語のボーカルの作品としては、史上最高位となる全英語位を獲得している。またこの間の他アーティストへの楽曲提供や、プロデュース、ボーカル参加は数多に上るなど、精力的にキャリアを積み上げ、2012年のロンドンオリンピック会,会式の総合監督の候補に、名前がこぞるなど、アーティストとしての評価が高まっていった。また、 絶縁状態にあったグレアムとの関係も徐々に修復を見せ、グレアムがアフリカエクスプレスやモンキーのオペラの客席に姿を現していることが確認されたりとバンドが再始動するのではとの噂が囁ささかれていった。そして2008年12月、二人は和解し、ブラーが再活動することが正式に発表された。2009年にはグラストンベリーフェスティバルや ハイドパークでブラーの復活ライブを行い、復活を待ちわびたオーディエンスを熱狂と感動の渦に巻き込んだ。2010年にはゴリラズのアルバム、プラスティックビーチをリリースし、世界規模のツアーも観光した。同年12月、ツアー終了と同時に、ツアー中の隙間時間に iPad で制作したというアルバムザ・ホールをリリースした。翌2011年は、 オックスファム企画の今後民主共和国救済のためのチャリティアルバムキンシャサワンツーを他のミュージシャンと今後で一週間でレコーディングしてリリースした長年温めてきた企画であったエリザベス朝時代の魔術師錬金術師ジョン・ D を題材にしたオペラドクター・ D の制作を主に音楽面で担当。デーモンも本人役で出演し翌2012年には オペラの音楽をもとに、同名のアルバム、ドクター・ディーを、スタジオアルバムとしては初めてデーモンのソロ名義で、リリースした。また、同2012年は、レッドホットチリペッパーズのフリーや、トニー・アレンと、新バンド、ロケット・ジュース・ザ・ムーンを結成して、アルバムを発表したほか、ソウルシンガー、ボビー・ウーマックの18年ぶりのスタジオアルバム、ザ・ブレイ・ベスト・マイン・ザ・ユニバースの、 共同プロデューサーを務め、高い評価を得た。2013年は、ブラーのワールドツアーをこなす傍らソロアルバムを制作。エブリデイ・ロボッツと題された同アルバムは、2014年4月に発売された。2014年の11月頃から、前日のワールドツアー中に、香港で録音していた音源をもとに、ブラーのアルバム制作を始め、2015年4月、 ブラー祭結成後初となる12年ぶりのスタジオアルバムザ・マジック・ウィップをリリースした。また、同年7月にマンチェスター国際芸術祭で上演された不思議の国のアリスをもとにしたミュージカルワンダー・ドット・ランドの音楽制作を担当した。ザ・マジック・ウィップのワールドツアー後はゴリラズのニューアルバムの制作に専念し2017年4月 ゴリラズの5枚目となるアルバム、ヒューマンズをリリースした。10代前半までは、エリック・サティや、レイフ・ボーオン・ウィリアムズ、ブレヒト・トヴァイルの、三分オペラなどのクラシック音楽を好んでいたというが、中高等学生時代以降は、ヒューマン・リーグ、ザ・クラッシュ、ザ・スミスなどに熱中し、ビートルズやキンクスなどをはじめとする、ブリティッシュビート以降のイギリスのロックミュージックを、 トール的に研究したという。近年はヒップホップからエレクトロニカ、民族音楽、現代音楽に至るまでジャンルの枠を大きく超えた音楽を研究し、実験精神あふれる楽曲を精力的に発表し続けている。またバンドキャリアの前半まではあまりプロデュース業には積極的ではなかったが、近年は研鑽を積み、積極的にこなすようになっている。 歌声はバンドキャリア前半までは男性にしては高く曲調に合わせてどこかおちゃらけた印象のある声だったが1999年のブラーのアルバム13のリードトラックテンダーではかなり低い歌声やファルセットも使いこなすようになるなど近年は味わい深い歌声も披露するようになっているボーカルの他にキーボードやギターを担当し 左利きであるがギターは右利き持ちで弾いている。ライブではステージ上を駆け回ったり飛び跳ねたり、時折観客にダイブするなどグレアムと同じく派手なアクションを見せている。2003年にハイドパークで行われた反イラック戦争のデモに関わるなど政治的な行動も積極的に行っている。2006年にはイーストロンドン大学から美術学名予習志望を授与された。 2016年元日に大英帝国勲章 OBE を授与されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。